はい、ご質問いただきました。私ね、以前リサイクルの商品を取りに行ったり、それから自分でいらなくなったものをリサイクルに出したりしたことがあるんですけど、あれはね、市が運営している、まあ多分これね、全ての地方自治体の中にこういうのあると思うんですけども、リサイクルプラザっていうのがあるんですよ。で、そこには、まあ現場に持っていくとね、まあ、いろんなものを引き取ってくれたりとか、それからくださったりとかするんですよね。まあ、よくあるのが、もう本当にベビー用品ですね。そういったものが多いですね。まあ、ですんで、ベビーカーっていうのはそこで何台かもらいました。で、いらないなと思ったらそこに返しに行ったって感じです。基本的には1個持って行ったら代わりに1個もらうみたいな、物々交換みたいになっていくんですよ。まあでも手ぶらで行っても、くださいって言ったらまあくれますんでね。まあ活用すればいいんじゃないかなと思います。あとね、なんかベビーベッドとかもありましたね。それから幼児用の服とかもありますかね。靴とかもあるなと。まあ大体中古なんで、あんまりひどいものは引き取ってないみたいですから、ちゃんと使えるものとかね、あるみたいです。で、中にはそういうのから取りに行ってメルカリとかに売っちゃう人がいますけども、まあ、そういうのはやめてくださいってことでしたね。そういうところで無料の仕入れして、まあ儲けるみたいなことをするのは趣旨と違ってくるんで、本当基本的には物々交換で、いらないものを引き取るから、その代わり1個持ってってよというふうな形だそうです。はい、電子ピアノはね、なかったですね。そこにはね、そういうのはやってないと思います。まあ詳しくはリサイクルプラザで検索して、まあお電話などで確認すればよろしいかと思いますね。はい、じゃあメッセージありがとうございました。